あ、すごい吸ってる。わかりますよ、これ手入れるとビューッと奥に吸い込まれていくのが。はい、ここで空気吸ってます、出してます。温められてるっていう分だけ向こうが冷えてるはずですよね。これでかなり変わるんではないかと、相当来るんではないかと私は思っております。おっチャンネルです、どうも。クレクール3、この間鳥羽で実際にエムコと一緒に車中泊をして、試しましたけれども、まあ正直なところあまり冷えなかったわけですね、うまく。理由はまあ前回もお話ししましたけれども、インバーターの発熱、バッテリーからインバーターに変換して、電源をエアコンに送ってたというところと、あと冷蔵庫も稼働してたんですけども、この冷蔵庫が結構な排熱で、結局ですね、車内その辺で温度がどんどん上がっていて、どれだけエアコン冷やしてもですね、やっぱりクレクール3の、パワーでは、冷やすまでに至らなかったということで、まあ、実際これね、どこまでいけるかというのはかなり自信ないですね。自信ない。無理かもしれん。こいつね、もう。はい。こいつをね、なんとかします。今回のポイントなんですけど、もうシンプルなんです。実はこの背中から排気出てるじゃないですか。ここと、あとここが吸気なんですよね。暖かい空気のね。だからこの排気、のところを考えると、実はこれをね、このまんまここに持っていけばいいんじゃないかと今思いついたわけなんです。でも背中から直接排気する、そしてこの、あったかい、このこっちから排熱するための、あ、熱い空気の吸気をこっちからしてるんで、ここをね、なんとか、外から直接吸気できるようにしてしまったらですね、意外と効率よく行くんではないかと、思いまして、ちょっとチャレンジをしてみたいなと思っております。ちょっとここでおさらいです。クレクールには空気を出すところが2つ、吸い込むところも2つあります。家庭用エアコンでいうとオレンジの吸気と排気の部分は室外機でやるところ、ポータブルクーラーの場合屋内にあるので冷えた空気を吸い込み、熱交換して、どんどん熱気として外に出してしまいます。また、屋内に出る空気は1に対し、吸気が2となりますので、外からの空気が流れ込んで冷えません。なので、排気用の吸気、オレンジのところですね、を外から取ってやればいいという判断になります。で、これで足の、これを全部取りました。これでそうそう簡単に動かなくなりますね。で、まず一応、よいしょ。こうやって置きました。でも問題は、冷たい空気はこっちから吸うんですけど、暑いのはこっちなんだよな。こっちをどうやって吸気持ってくるかだよね。こっちね。これを回復すると。ちょっとこれ今上をね、簡易的に閉じてみて、実験していきたいと思います。蓋しました、これで。排気だけね、あの、エアコンの排気だけがされる状況にしてあります。とりあえずですね、外部電源取りました。電気差しました。で、エアコン行ってみます。
で、今25度設定なので、もっと下げちゃいましたね。もう、一番下。もう17度設定。出しました。おー、来たよ。最初のこのプレクール3の実験の時に話した通り、吸気、こことね、あとこっち側の奥、ここと、2箇所から今吸気しちゃって、出てるのがここだけなので、空気が絶対に少なくなるはずなんですよ。まあそんな状態になってるんですよね。だから、入りが2の、出が向こう1行っちゃってるので、ですから、1対2ということになってるんで、どうしても空気が足んなくなってくる。で、その分絶対外からですね、まあ、こういった隙間から絶対入ってきてるはずなんですけど、まあただですよ、なんかカーテンで仕切ったりとか、なんかあれこれやっててロスが生じるより、なんかこのストレートに、もうここの距離をすごく短くしちゃってね、やった方が、なんか無駄がなくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、甘いでしょうか。こっちはやっぱり閉めといた方がいいですよね。こっちはもう閉めてる前提で、試したいですね。直接風が当たってるのが大きいでしょうかね。すごい涼しく感じます。で、温度も空気の温度はもうかなり下がってきてますね。もう手で触っても冷たいぐらいですので、かなり冷たい空気が出てきてます。今15分ほど経ちました。いろいろ確認しながらですね、待っていて15分経ちました。外気温と比べるとどうでしょう、ほんの少し涼しいかなという感じでしょうかね。温度計で見ると、28度だったのが26度ぐらいになったかなという感じですね。これね、吸気口のフィルターなんですよ。言えば熱排気するために、空気を吸ってるところなので、ここに冷気を入れるともったいないので、これを外から空気を取り入れて、クレクール3に入れて、熱変換してものすごく熱くなった空気をまた排気口から出すと。もう単純です。これをね、よいしょ、吸気口にこのダクトをつけてですね、反対側の窓、まあ今とりあえずこれ実験なので、うまくいくようだったらば、何かかなり大掛かりなことを考えたとしても、考えますけども、これでね、温度があまり落ちないって言うんであれば、手間かけてもしょうがないので、とりあえずこれで実験をしていきます。冷えてくれないと、もうね、本当にそのためにはしばらく冷蔵庫を使わない方法とか、もういろんなことをもう止めてもですね、しょうがないかなと思ってるぐらいの覚悟でございます。まあこれはちょっとね、あんまり乱暴な方法でいきますが、これも仕方がないので、今でーん、これね、そんな感じで、できました。これをちょっと一回つけてみてですね、どんなものか試してみたいと思います。なんか他のチャンネル見てるとね、もう22度まで減りましたなんて話があるんですけどね、そこはちょっと難しいの気がするんですよね。これをね、こちらにつけます。こうやってカッチンな、カッチンな、排気口、吸気口、わかりますでしょうかね。かっこいいよね、この車。こっち吸気、あ、吸ってる吸ってる、わかります。こっち吸気口、こっち排気口ですね。わかりやすいですね。見てください、このすごいダクトの状態。屋内の空気を吸って、吐き出しているということで、ここでどんどん冷える循環ができるはずです。で、もう外はね、入ってきて外に、外から火入ってきて外に出しているので、もう関係ないんですよね。で、なるべくちょっとでも涼しい空気が入ってくるので、なるべくこのね、機械の負担もかけず温度が下がる理屈になるはずです。エアコンの効いてる部屋でちょっと一休みしてました。
30分ぐらい経ちましたかね、あれから。さて、クレクール3、今日もいろいろ工夫しましたが、いかがでしょう、最後。今結構ね、外も涼しいんです。かなり涼しいです。25、6度ぐらいかな。そして、おっちゃんに行こう。いかがでしょうか。ちょっと外の先に、吸気と排気、どんな状況かちょっと見てみましょう。はい。はい、吸気はすごい勢いでやってますね。排気も熱い空気が出てます。バッチリですね、今のところ。で、車内の気温が、どんな感じか、行ってみたいと思います。たたたーん。そうね。いや、これかなり涼しいですよ、今。20でも4度 ?24 度ですね。外よりかは断然涼しいです。ただその入った時に、おーっていうほどね、いやー涼しいっていう感じでもないですけど、今ここに例えばいたら、もう結構すぐ涼しくなってきて、エアコン温度上げるみたいな話になりかねないぐらいの感じですね。まあこの状態、多分今これベストな状態に持ってきてると思うんですが、これでもね、正直な話、この温度ですので、どうしようかこれね。まあしばらくはこれで使いますか、やってみるかな、どうしようかな。外気温が今38度とか36度とかね、そういう温度までなるような今なので、日中ちょっと仮眠取りたいなって言った時にこのエアコンをかけて寝るまでの時間を考えると、もう寝つくまでに汗びっしょりみたいな感じかなっていう感じはしますね。まあそういう意味ではもう少しパワーがあって。タイマーで寝るぐらいの方が、まあ、使い勝手はいいかなと。ただ、この価格でね、4万弱で買って、この車内でこういう風に過ごせるっていうのも、まあ、かなり魅力的かなとは思います。豊臣の冷暖房付きのもう少しパワーがある、まあ、その代わり消費電力はすごいんですけど、それに変えたらもう間違いなく気持ちいい。もうなんていうのかな、例えばね、外でもう運動して汗びっしょりの時にもう開けた途端にうおーっていうぐらい冷やしたりとかっていうのはできるので、悩ましいとこですね。もう一度行ってみるかね、どっかにね。もしくは行かなくても M 子と一緒にちょっとこの車内で過ごしてみて、実験してみてですね、でどうかっていう感じにしましょうかね。ですので次回は、秘密基地でちょっと一回、車中泊キャンプしてみたいと思います。その上でちょっと M 子と共に判断をしてですね、エアコンクーラーを、孤立で行くのかどうか、クレクール3で行くのかどうか判断していきたいなと思います。